よし、皆さんこんにちは、野球ウチマロボコです。はい、JBS 武蔵野志保です。よろしくお願いします。今回はですね、えげつないゲストをお呼びしましたので。とんでもない。はい、もう早速、はい、この荒川の地にお呼びしちゃっていいですか。よろしくお願いします。バックス TV さん。はい。V キャッシュチェスト最高。よろしくお願いします。いや、今回はですね、2007年、はい、ソフトバンクドラフト1位の大場翔太さんに来てもらいました。はい、お招きいただきましてありがとうございます。いやー、まさかですね、もう大場さんはね、僕の、まあ、知り合いの知り合いだったんです。その大場さんをお呼びして、今日は消えるスライダー、そうです、これをね、大場さんにガッツリ投げてほしいな。僕の視聴者は結構プレイヤーも多いし、はい、あのコーチが多いんです。はい、そうですね。なんで結構多分そのスライダーコーチがめちゃくちゃ参考になると思う。間違いない。それでは動画をご覧ください。よろしく。おい、おい、わっ、いって、やば。はい、や、はい、うわ、やべえ今の、うわ、やべえ今の、いやー、いやー、やべえ今の、おばさん、はい、スライダー教えてもらっていいですか。はい、わかりました。握り方が、はい、これ親指も結構あれですか、こう普通こう、この辺でいくんですか。縫い目にかけますね。結構こういう感じなんですね。まっすぐから縫い目を変えて投げるとかってあると思うんですけど、僕の場合はナックルスライダーです。あー、なんか五十嵐亮太さんがこういう感じで、はいはいはい、で、親指の位置、はい、親指の位置が肝なんですけど、普通は多分まっすぐだったらこうとか、はい、ちょっと後ろ抜く感じ、切りやすくしますよね。はい、普通はそうです。抜けやすくしたり切りやすくするんですけど、はい、僕の場合はこうからこっちですね。もうがっつり、がっつり潰しにかかる。はい、潰しにかかって、ちょっと親指もちょっと立てます。へえ、初めてで、はい、こっから投げるときに、はい、この一番大事なのは手首の角度が、投げるリリースの時に手首がこうなっちゃうともう絶対下に行っちゃうんで、はい、なるべく立てる、はいはい、ああ、そういうの。手首を立てるっていうよりかは親指とこの人差し指を後ろに持ってくる。親指と人差し指を後ろに、後ろに持ってくる。こういう感じでこう手首を立てるから。そうです。投げたいとか曲げたいって思うと、これがこう来ちゃうんですよ、ね。はいはいはい、リリースの時に、はい、こう来るともう回転が、回転軸がもう多分ここからしかないんですよ。こう、はい、こういう感じで。はい。でも、なるほど、もそうじゃなくて、これをもっとこっから曲げる。うんうんうん、極端に言うと。多分リリースの時はどうなってるか正直わかんないですけど、はいはいはい、イメージ、はいはい、意識は後ろっす。あ、そういうことか。後ろでこう粘る。あ、そうです。これ横っすか。横っすか。いや、縦っす。あ、これは縦っす。はい、で、親指と手首がこうっす。12と6に合わせるような感じで、時計で言うと、はい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 、で、最後にこっからギュインってくって感じ。そうなるとキュ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 インってリリースをこっからこう投げるんですけど、手首を後ろに持ってくる。ここまで使うってことか。最後にここでクッて感じになると、こういう感じでカッてなるんで。そういうことか。一回下スライダーで。一回下スライダー。下スライダー。おお、おお、そうなんす、横や、横、おお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 、いい、いいボール。じゃあ、おばさん投げ方。じゃあ、おばさんお願いします。下さんの投げ方見たら
やっぱりちょっと角度を変える必要があるんです。なんでかっていうと、はい、下さんオーバースローっていうよりかはスリコーター気味に来るんで、はい、バテたりしたら、はいはい、フォームが崩れる。ああ、なるほど、はい、でも合う方法もちょっとあるんです。はいはい、オーバーだったらこっち投げ、はいはいはい、こっち投げるんですけど、はい、ちょっと昔見れる。ああ、なるほど、昔見れるここです。ああ、なるほど。ちょっと寝かして、そうこう、まあさっきの感じですね、はい、こう、はい、あ、でも柔らかいな、手首がすごいすごい、柔らかい。じゃあいきますよ、大場スライダー行きましょう。大場さんスライダー、曲がりがね、どう変わるか。おおおおすげえ、めっちゃ曲がってるすげえ、いや、めちゃくちゃ曲がった。確かに曲がりが明らかに変わりましたね。いきます。おお、習得してるような、あれ振りますよ。おお、ちょっと抜けましたけど、やっぱ軌道が変わりますね。抜けましたけど、ナイスボールです。あれ引き出しが、はい、増えた感じがします。はい、というわけで、バックステイビースライダー教えてもらいましたけども、ありがとうございます。ありがとうございます。最高の時間でしたね。そうですね、もともと自分は横なんですけど、結構縦に回ってた。ありがとうございます。全然違い、変わりましたね。そうですね、握りもちょっと変わってるし、はいはいはい、まあ、一つのこう引き出しに使えるといいですよ、ね。うん、そうですね、うん、もうこれがね、あの本物のプロから学んだスライダーですから、うん、ちょっとバックステイビーの最後宣伝してもらって、はい、はい、チャンネル登録、はい、どうも、 V-ソフトバンクホークスバックス TV です。チェスト、はい、というわけで今回ね、出演してくれた大場さんのバックス TV と JBS 武蔵のね、あの URL ここに貼っておきますんで、ぜひフォローの方よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。